雨が降り始めています。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンアップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番、注目です。バッターは DH ロメロ。イーグルス同点のランナーが出ています。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。まあしっかり狙っていたと思いますね。この調子で追い上げていきたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。アウトコース、ストレートが決まっています。打ちました、痛烈、これはショートライナー。バッターは7番に入っている銀次。イーグルス同点のランナーが出ています。さあまず1球目、インサイド落ちました。イーグルスチャンスになります。ワンアウトランナー2塁1塁。さあイーグルス1打同点のチャンスです。早めに振り出しに戻しておきたいところですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには太田が入っています。また初球、ファースト取った、二塁送球、二塁フォースアウト、ダブルプレー、チェンジです。しかしこの回イーグルス点差を縮めていきます。2回終わって2対1、イーグルスが1点差まで追い上げました。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。小宮山さん、こういった大量失点での敗戦ですと、どうでしょう、ピッチャーは切り替えが難しいんじゃないでしょうか。まあ、そうですね、もうその辺がやっぱり一番難しいところなので、まあ明日どうなるかちょっと見てみたいですね。明日こそ切り替えて臨んでほしいですね。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。